キーマンとなる選手をどういう選手にしたのかっていうところと、その打線の組み方っていうのをお話しいただければ。はい、まあ、中心はみんな大事なんですけど、基本的には糸井がいつも通りの活躍できるっていうのは前提ではあります。まあ、福留 DH にしてるんですけれども、まあ、これは少し願望込みで、まあ、やっぱり福留にいつまでも頼っているっていうのはさすがにまずいので、糸井がそこで軸になれば、こういう少しこう若手も思い切った起用できるかなっていうのは基本的にはあります。僕がこの中で気になったのは高山を5番に置いてるっていうところがすごく気になったんですけど、はい、それについてはどうですか。はい、これも願望込みなんですけど、うん、高山選手は1年目はかなりチャンスに強いバッターで、確か得点圏打率が、筒香とかと争ってて、セ・リーグで1位か2位ぐらいだったんですよ。基本的にチャンス強いバッターなんで、まあ、彼がそういうチャンス強い、そういうクラッチヒッターというんですかね、その役割を担ってくれれば、まあ、こういう打線が完成すると、まあ、でもそこでやっぱ糸井っていう、こうしっかりとした軸があって、後ろへの警戒もまあそれるというか、そういうのが前提にはなってくるんですけど、そういうところです。ちなみに今今日もそうですけど、はい、近本1番で置かれているところを、はい、あえて2番に置いたっていう、はい、ミソはこれよく金本監督も言ってたんですけど、バントしなくて ゲッツーがないっていう、2003年優勝の時の赤星みたいなイメージですね。まあ、バントさせるのを2番にもったいないかなっていうところあるんで、まあ、上本選手って基本的に粘れるんで、ね、まあ、そういうところを考えてってところです。はい、打てる2番を近本としても置いた。はい、そうです。でも高橋遥人を置いた。はい、それについてはどうですか。はい、これもやや願望込みなんですけど、やっぱりストレートだけであんだけセ・リーグの打者はキリキリ前できるっていうポテンシャルすごいので、まあ、やっぱ彼はかなり回していきたいな。まあ、やっぱり右左っていうのをこう2つ組んでいきたいんで、彼はやっぱりどうしてもローテ入れたいっていうのはあります。青柳、はい、シーズン持ちますかね。いけそうじゃないですかね。今の感じだとちょっと、はい、まあ、相手がどう研究してくるかっていうのもあると思うんですけど、ちょっと抜けた感じはありますね。はい、楽しむポイントって何かありますか。そうですね、やっぱりよく勝つんで、よく打ってくれるんで、いっぱいお酒飲めるっていうか、はい、やっぱ打つ試合って面白いと思うんですよ、野球って。だからガンガンお酒飲める人はいっぱいお酒飲んで楽しい野球をっていうところですかね。はい、浜寺最高。